30後継自動拳銃 M1918 マーク、相性銃に取り付けた状態ピダー戦デバイスは、第一次世界大戦中のアメリカ合衆国にて、開発された火器である。アメリカ軍が当時主力不標銃として採用していた、スプリングフィールド M1903 小銃に取り付ける、ことで、半自動小銃化することができた。レミントン社にて、各種製品の設計に携わってきた。 重機開発者、ジョン・ピダーセン技師によって考案された。秘密兵器と位置づけられており、本来の用途を取得するべく、30後継児童拳銃 M1918 なる正式名称が与えられていた。また、開発者ピダーセン自身は、オートマチックボルトと称していた。マーク、愛称銃として知られる小改造を施された M1903 小銃のボルトを引き抜き、 代わりにピラー線でバイスを差し込むことで三0から十八弾を射撃する半自動小銃となる右側面から斜め上に伸びる着脱式箱型弾倉には四十発の三0から十八弾が装填されていたこれにより三0から06スプリングフィールド弾を用いた長距離戦闘能力を維持しつつ同時に三0から十八弾を用いた 近接戦闘能力を不評に付与することができた。1919年に予定された大攻勢にて投入する計画が立てられていたものの、1918年11月に休戦協定が結ばれたため、実戦では使用されなかった。M1903 小銃1917年の第一次世界大戦参戦時、アメリカ軍は M1903 小銃を主力不評銃として、 採用していたほか、その不足を補うために M1917 エンフィールドの調達が進められていた。こうしたボルトアクション式小銃は一般的な不標銃として世界各国で採用されていた一方、いくつかの共通した欠点も指摘されていた。射撃ごとにボルト操作を行う必要があることから即射性が限られていたこと、そして人間の他に 車両や航空機などに対する攻撃能力も兼ね備えることを期待されていた軍用小銃弾のエネルギーがしばしば課題であったことの2点である。当時はすでに即射性に優れた各種自動小銃も開発されていたが、既存の軍用小銃弾を用いると反動の大きさや重量などが問題となり、不標銃の役割を代替することができなかった。また、 アメリカ軍が1916年から1917年にかけてのフランスにおける戦闘を分析すると残豪艦の無人地帯を前進するときに最も不評の死傷率が高くなることが明らかになった。すべての不評に自動小銃を配備し腰溜め射撃を行いながら前進する戦術、すなわち突撃射撃を実施することが理想的な対策と考えられたが一方で ボルトアクション式不標銃の需要及び汎用性を考慮すると重量があり調達にも時間がかかる自動小銃で置き換えることは現実的ではないともされていた。参戦に先立つ1916年末頃、ジョン・ピダーセン技師は長年共に務めた同僚の工具設計者、オリバー・ H ・ルーミス技師と共に、レミントン社入りの一部にていわゆるピダーセンデバイスの開発に着手した。 1917年夏、ピダー戦は自らが手掛けた装置について秘密裏に審査を受けたい旨を武器省に打診した。この時点で装置の詳細については伏せられていたものの、すでに有力な設計者として名を知られていたため、当局は申し出を受け入れた。10月8日、武器省長官ウィリアム・クロージャー将軍のほか、機密保持の宣誓を行った軍人及び、 議員のグループを招き、ワシントン DC のコングレスハイツ射撃場にて審査が行われた。後に明かされたところによれば、ピダー船はまず通常の操作で M1903 小銃を数発射撃した後、突然ボルトを引き抜くと、腰に吊るしていた鞘から素早く装置と弾倉を取り出して小銃に差し込み、半自動での速射を披露して、監修を驚かせたという。ピダー自身は、 この装置をオートマチックボルトと称していたが、彼の名を取ったピダー戦デバイスという通称の方が広く使われた。審査に招かれたオブザーバー、特に軍人らは、従来のボルトアクション式不標準が抱えた二つの重大問題を一挙に解決するピダー戦デバイスに強い興味を示した。残豪戦においては、高威力な小銃弾での射撃能力を維持しつつ高い。 即射能力を容易に付与するピダー戦デバイスは、あらゆる局面での活用が期待できたのである。陸軍省は審査の結果を受け、11月に武器少子艦 JCB 機体をピダー戦デバイスのサンプルと共に、フランス戦線で指揮を取るジョンパーシング将軍のもとへと派遣した。この時点までにピダー戦デバイスは秘密兵器と位置づけられ、 BET も派遣前に秘密保持の宣誓を行っている。12月9日にはパーシングの下で審査が行われた。審査の結果を報告する書簡において、パーシングはピダー戦デバイスを絶賛し、2万5000兆分を早期に調達するように求めていた。パーシングの後押しを受けて、正式採用されたピダー戦デバイスには単なる拳銃であるかのごとく偽装して、 本来の用途を取得することを意図し、オートマティックピストル、キャリバー、30、モデルオブ1918なる正式名称が与えられた。このため、すでに、45口径の M1911 が成功を収めているのになぜ新たな、30口径拳銃を採用するのかといった胸の批判が陸軍省に寄せられたという、1918年3月26日、 レミントン社が10万兆分の製造契約を結ぶ。まもなく、製造数は13万3450兆分まで引き上げられた。製造設備を揃えるための資金は政府側から提供された。スプリングフィールド造兵賞では、ピダー船デバイスを取り付けるための小改造を加えた M1903 小銃の製造に着手した。このモデルは、機関部査測面に入り、 鞘口が設けられていたほか、重傷や引き金、断層部には、デバイス側のシェアなどと干渉を起こさないように、切り欠きが設けられており、US ライフル、キャリバー、30、モデルオブ1903、マーク I という名称が与えられていた。一連の改造は、30から06スプリングフィールド弾の射撃に支障がない範囲で行われた。 陸軍省では1919 19年春に発動を予定された大攻勢にて大量のピダー戦デバイスを投入する計画を立てていた。この際、攻勢までに十分なマーク、相性銃を確保することができないことが明らかになったため、より大量に調達されていた M1917、小銃用のデバイスの開発をピダー戦に求めた。その他、 レミントン社が外国との契約のもと製造していた模ナガン小銃及びベルティエ小銃向けにもピダー線デバイスを設計する計画があった。模ナガン向けには少なくとも一つの試作品が製造されたものの、訂正崩壊を受けてプロジェクト自体が消滅した。ベルティエ小銃向けのモデルは検討こそされたが、実際に製造されたか定かではない。結局、 1918年11月11日に休戦協定が結ばれ、1919年の大構成を待たずに第一次世界大戦は終結した。契約が打ち切られる1919 19年3月1日までに、M1903 小銃用のピダー線デバイスおよそ6万5千兆分、弾装およそ160万個、弾薬およそ6500万発が製造された。 M1917 小銃用のマーク2デバイスの製造数は、レミントン社にて手作業で製造された数個の試作品のみだった。戦後は不評向け自動小銃の開発が活発になり、この中でピガー戦デバイス及び、マーク、相小銃の各種審査も1920年頃までは続けられたが、他の試作自動小銃と比較した場合の威力不足や装備重量の増加。 部品交換の手間などの欠点が指摘された。1920年7月、ピダー船は、ピダー船デバイスのアイデアを発展させた、軍用コンビネーション銃の特許を出願した。ボルト交換の手間が指摘されていたことから、この新型銃では、独立した重心と引き金を有する小型、短期間銃が、小銃の重心下に直接設けられていた。特許図面には、 M1903 小銃が描かれていたが、他の小銃にも転用可能なシステムであるとされていた。1924年に特許取得が認められたものの、実際にこの銃が製造されたかは不明である。1931年4月には保管費用の削減のために、すべてのピダー栓デバイス、弾倉、弾薬を焼却の上で、スクラップとして処分することが決定された。 焼却時には完全に破壊するため、集積したデバイスに大量のガソリンと燃料油を浴びせ、数日間燃やし続けられた。1937年からは、スプリングフィールド造兵賞によるマーク、愛称銃の回収が始まり、部品を通常のものに交換した上で、不標銃として再利用された。刻印や灰、鞘口など、マーク。 愛称銃の痕跡を残した M1903、小銃は主に周辺部隊の訓練に用いられた。機密指定が解除される1931年までピダー戦デバイスの存在が伏せられていたこともあり、当時こうした痕跡の由来を理解する兵士はごくわずかだったという。現存品は極めて少なく多くても100個程度と予想されている。政府当局の資料や 博物館の所蔵品として公的に保管されたもののほか、処分前に何らかの方法で盗み出されたもの、処分時の焼け残りから回収されたもの、スクラップを組み合わせて再生されたものなども、わずかに現存する。鞘や断層、ポーチなどの付属品は、デバイス本体以上に希少である。ピダーンデバイス及び付属品、ピダーンデバイスの構造は、ブローバック式のピストルとよく似ていた。 マーク、相性銃の断層部に設けられた切り欠きに合わせて固定すると、小銃の引き金がデバイスのシアーと噛み合うため、小銃の引き金を引くことでデバイスが発砲されるのである。デバイスの重心は、小銃の薬室に収まるように、30から06段の薬莢と同じ形状をしていた。ボルトからデバイスへの交換は15秒程度で可能だった。 専用弾として1918年式、30後継自動拳銃用通常弾、いわゆる30から18弾が考案された。重工初速は1300フィート S で、当然、30から06弾ほどの威力はなかったものの、有効射程は400ヤードとされ、速射性に優れていた。より高威力な弾も試作されたが、薬協長の問題から採用されなかった。 30から18段40発を収める弾層は、右斜め上45度に差し込まれ、小銃器は小銃のものをそのまま使用する。5発ごとに残弾を確認するための穴が設けられていた。一人当たり400発の30から18弾を携行することとされていた。デバイスを持ち運ぶための金属製の鞘や M1903 小銃のボルトを入れるためのカンバス製、 ポーチ、断層5個を収納するカンバス製ポーチが付属した。これらは標準的な不評用団体に取り付けることができた。ありがとうございます。